TS でも使えるボディ、有原ボディ、さすがトマステです。本日は2024シリーズ1 TS 有原浩平選手使っていこうと思ったんですけど、3ステ九州特納、まあそこそこ強いんですけど、やっぱり有原はこっちかな。2019シリーズ有原浩平選手使っていこうと思います。先日登場した TS 第3弾、全体的なメンツとしては初心者の方には非常に嬉しいメンツなんじゃないかなと思います。その中で登場したファイターズ有原選手、2年連続の TS 第3弾での登場となったんですけど、この TS 有原より強い有原が昔に存在していたと、3ステは変わらずで適性を注目してほしいんですけど、なんとこの有原選手は抑えて規制があると。そして球種がストレート、カットボール、スローカーブ、フォーク、サークルチェンジ、第2球種目にツーシーム、縦スライダーがあります。この有原選手はツーシーム B でございます。 TS の有原選手はツーシーム C 表記でツーシーム D の変化するんですよね。なので TS よりツーシームが曲がるということです。特納が超タイピンチ20丸、コントロール回、奪三振、まあ、一応特納も違ってて TS の方が第3特納綺麗になってます。まあ、こんなにスピ解放したので今回この有原選手使っていこうと思います。オーダーはいつものオーダーです。最近左頑張ってます。今回 TS で登場した有原選手の話もしながら、早速リアタイで使っていこうと思います。では行こう。はい、やってきました。まあ、TS と変わるところで言うと、まあ、ツーシームの変化量、変化量というか球威ですね。あとはまあ特納のさっき言ったあとキレと奪三振が違う。そしてですね、カットボールが、この有原選手のカットボールは普通のカットボールなんですけど、TS の有原選手がおそらく高速スライダー、変化量が少し大きいカットボールになるんじゃないかなと思います。であとまあ適性ですね、抑え適性があるかないか、まあ、それ以外だと、まあ、球威が違うとかなんですけど、まあ、個人的にはツーシームは変化量大きい方が打ちにくいのかなと思いますので、まあ、この有原選手が最強なんじゃないかなと思います。でも有原選手は基本、まあ、ツーシームとストレート、もうここしかないです。まあ、ランク戦の場合ですね。で超高速だと、球速、変化球の球速上がってるので、まあ、フォーク、縦スライダー、サークルチェンジなど、まあ、かなり配球の幅は増えるんですけど、回転が似てるボールっていうのがないんで、まあ、見分けやすくっていうか、まあ、回転で見てる、打ってる人は、結構、カモなピッチャーなんじゃないかなって思いますね。まあ、昔ほどは、あー取れんか。昔かなり強かったんですけど、まあ、昔ツーシームが本当強い時代があって、その時は本当強かったんですけど、もう今になってはツーシームもうみんなポンポン打ってくんでしんどいかな。ほらこんな感じでね。でこのサクチェ、うわボール球ヒットか。このサークルチェンジはだいぶ使えるんですよね。まあ、ここは TS と同じ話なんですけど。そして超タイピン来ました。タイピン発動するとしないとではかなり違いますね。まずは早速これ見ていただきましょう。ツーシーム S でございます。B のプラス2。いや、曲がりすぎ。もう真ん中とかでも抑えれるんじゃないですかね。TS だとツーシーム A まで上がりますね。レフト？レフトはブンソン。ブンソン。さあ、またタイピン。来い！よし。で、あとは、日ハム純正的には、間違いなく必要な選手でなってるんですけど、まあ、特にね、大谷選手だったり、ダルビッシュ選手、そこを獲得難易度難しい選手がいるんで、その辺持ってない方だったら、この有原選手、獲得すべきだと思います。これ、ツーシーム、S。いや、強っ。まあ、上になってくると打たれるんですけど、なんとかな。さあ、行きましょう。攻撃行きましょう。あ、バン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 ソン！はい、押し来ました。ロンロンパロンパ、ふい割っちゃう。ほい、いいね、左打者危ない。いけ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 、ブンブン、あ違った、ハンソン、イエーイ、オーマイガー。さあ、そしてもう決め、ごめん有原、君の出番はないぜ。何しと、そうこの縦スライダー、お前ハンソンじゃなかったら絶対取ってたやん。とりあえずツーシーム、よし、もう今のは絶対ツーシーム、ボール球ギリギリ、あいいとこ、誰次は、おおうまいな、ほい、よし、
さあ、あと一人ですね。まあ、タイピン出てなくてもなんとかなる選手なんですけど、さっきみたいにタイピン一回発動したら、やっぱそっちの変化量をね、覚えちゃうんで、やっぱタイピン発動する場面、発動しない場面っていうのが、まあ、交互にあった場合、まあ、かなり相手としては嫌だと思います。なんで結構この方、さっきのツーシーム S の、ツーシームの動き、頭に残ってるんじゃないかな。よし、とりあえず完封したんで、こっから4試合消化して、また行きます。優勝目指して頑張ります。フィーバー、ブンソン、バンバン、ビーズリー来ました。ビーズリーで、ブンソン、なんとね、ブンソンのグッズ、ブンソンっていう名前が入ってるグッズが発売したみたいなので、よかったら皆さん買ってください。ボール球、イエーイ、ブンブンブン、わ、中途半端、超えるの、いいね、よく見るなこの守備、うっ、音エグ、音エグフィーバー、音エグフィーバー、しかも2打席連続、はい、あー、やばい、疲れてます、ハンソン、イエーイ、ニャン、ブンソン、グッズ化おめでとう。さあ、やってきました、ブンソン盗塁チャレンジでございます。さあ、ブンソンの A ランクで盗塁、表剣出たよ、余裕。さあ、やってきました、ブンソンさんとチャレンジでございます。本日実況は私佐藤優と解説席、余裕だ、アウト。そう、このコントロールが発動したら、まあ、ライン、このストライクゾーンの枠の配球、まあ、一番大事なのはベストピッチなんですけど、でも基本的にはこういう配球しかないのかな。うまい、うまいね。で、今回有原選手2年連続の登場となったんですけど、やっぱり有原選手ってステータス高いじゃないですか。オール A 行けて、まあ全道地は無理なんですけど、なかなか日ハムにもうオール A の選手なんていないですし、まあ、その他の球団と、まあ、その能力比べた時にやっぱり日ハムってそんな高くはないんですよね。まあそうなった場合、この有原選手出したくなるって感じかね。打たれたよ、あ、やばいや。さあ、この場面の有原、有原対近藤、ちょっと待って、これは、これ日ハムファン、片目だけ、片目、両目つぶってください。有原の勝ち。噂は濃いよ、こっち。結構ハムファン、今見てるのかな、ファイターズファンの方。ファイターズファン、もう8割ぐらい有原、そんな好きじゃないよね。なんで、この動画再生回数回るかすごい不安。で、今さ、ずっとタイピンでしたやん。もうこうなったら、もうほぼ勝ちです。いろんな配球できます。もうど真ん中のツーシーム。で、真ん中のツーシーム見せた後に、もうインコースにズバーンとストレート。で、このストレートも球威上がって、もともとストレートの球威も高いんで、かなり打つの難しいですよね。で、地味に強い、この変化量、ピンク色のサークルチェンジ。これは、TS でも使える。ボディ、有原ボディ、さすが、さすが、食欲がいい、有原。で、次の試合はちょっと抑えで使ってみよう。杉浦、ブンソン、よし、はい、清宮も見せました。フィバー。さあ、とりあえず、まあ、有原選手とタイプがかなり違う加藤選手持ってきました。まあ、加藤選手が打たれたら有原出します。いいね、おー、抑えちゃった。これ2イニング目いきますか。うおーっと、はい、カス。さあ、2イニング目抑え有原選手、もう出します。ちょ、タイピンの場面出そうと思ったんですけど、ちょ、もうこっから出します。で、抑え有原選手は適正 E なので、あそこまで急噛んだ、球数が投げれないんですよね。多分15球ぐらいなのかなと思います。で、ちょ、今ボール先行なっちゃったんで、だいぶまずいっすね、この回。さすがにストライク入れて。よし。ただ、有原選手、ほんとホームランの時怖い。ほんとに。ホームランは話が違う。いいね。ウハンソン、ナイススローイング。これが6球目ですね。6球で、まあ、半分いかないぐらい。だから、やっぱり15球ぐらいなのかな。まあ、こうなってくると先発でもいいのかなとは思いますけど、まあ、ハム人生でガチガチに日ハム人生先発組めてる方だったら抑えバージョン欲しいってなりますよね。いや、ワンチャン今後どっかでつくんじゃないかなと思ってるんですけど、今の
運営さんの様子だと何も能力が変わんなそうな気がする。ほい、よし、うわ、奪三振発動。さあ今フォークを見せた後にあの縦スラ行きます。フォーク縦スラも変化量は違うんでね、意外と使えます。もうこれ最後は仕留めますか。有原といえばツーシューム B を真ん中ら辺にこれズバーンでフィニッシュ。よし、まああの12球団でも全然使える選手なので、12球団で先発いない方も当たったらぜひ使ってみてください。